聖エウラリアは、前ラファエロハスタイルのイングランドの画家、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスの絵画である。カンバスに油彩、メリダのエウラリアの死去の直後を描く。大変大胆な構図であるが、これは、ウォーターハウスの、大変珍しく、従って大変一目大きく、油彩画の一つである。死体は、劇的に奥行きを縮めて描かれていて、そして雪は、 エウラリアの裸の肉と良い対象を成しているから12歳の少女は、ウォーターハウスの絵画には異常に場違いのように思われる。彼の配置の選択は、低い体を全部に横切っておき、中央のカンバスのうちそれだけを占められないままにする、マイナス危険であったが、しかし、これがうまく働いた。背景の人物全員を遠くに置くことによって、彼は、見る者の視線をラタイに集中させた。 裸体もまた、ウォーターハウスにとっては、革新的であった。そして何かが彼に批判を受け止めさせるようであった。しかし、彼の題材の慎重な取り扱い、成人の若さ、そして、絵の歴史的文脈は、彼に批評家のペンを免れさせた。目はまた、彼女を家計の支柱に縛り付けていたロープの方を指し示す。ローマの番人の槍の角度で殺害された少女に、導かれる。 伝説によれば、雪は、聖人の裸体を覆う強教科らとして、神によって送られたと信じられた。そして、愛悼者の一段の近くで上へ飛んで行く鳩は、彼女の口から流れ出たと言われた。ピートリッピー、JW ウォーターハウス、ファイドンプレス、SV、ストリートオラリア、ANOX、ウォーターハウス、ジョン・ウィリアムウォーターハウス、チャウサープレス、 パッシムハット CF.CRITIQUEATJOHNWATERHOUSE.com。CWikiEntry,、e e e e. Saint Olaria、ah、of Merida.Orso, C Appears in T-Roman, J-Bun Brockto, Martyrs Mirror, An Account of Zones f o Suffolk in the Fourth Century, C Martyrs Mirror Excerpt Hutt, Quet Dubai, Water House in the Exhibition Catalog. CF オルソーブラックバーンホルフォードストレイブンスオックスフォードブックオブデイズエントリーフォージュディセンバーセイエウレリアの秀作ありがとうございます。